中には困りごととは言えない話題を投げかけて住民もあれます。だいん、それただの迷惑な人じゃない？大丈夫？困りごとじゃない話題って何？あ、プル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 かわいい。ルンルンパー、ルンルンパー。仕事は迷ったら宿キングに聞け。宿キングに聞け、どういうことやん。やっはっはい、姫みかんチャンネルの姫ちゃんことゴスロリ姫です。さあ、前回はですね、このお屋敷の中の探索が終わったということで、今回から外の探索に行きたいと思います。コアルヒと赤いポケモンの行方を喋ろうということでね、レッツゴー。久しぶりの外だ。え、お願い聞いてくれないの？お気持ちは察しますが、今は事件現場を離れられないので。そんな、あの女性何か困りごとを抱えている様子だな。ですね、そうみたいだね。僕らの事件とは関係なさそうだけど、困ってる人は助けてあげたいね。いい心がけだ、ティム。困りごとを抱えた人やポケモンがいたらできる限り助けよう。それでこそこの町の名探偵だ。ただし優先すべきは今の事件調査だ。余裕があれば対応しよう。うん、ひとまずはあの人に声を、あの人に話を聞いてみよう。ああ、そうだな。調査中に町の住人やポケモンが抱える困りごとの解決を頼まれることがあります。困りごとは青い吹き出しが出てる人はポケモンから相談されます。見つけたら話しかけましょう。引き受けた困りごとはリストに追加、リストを、はい、追加、いつでも Y ボタンで見ることができます。何、中には困りごととは言えない話題を投げかけて住民もあれます。だい、ん、それただの迷惑な人じゃない？大丈夫？困りごとじゃない話題って何？あの、どうかしましたか？うちのヨーテリーちゃんがいなくなってしまったの。え、何があったんです？憩いの公園で一緒にお散歩をしていたんだけど、ただ楽しくなっちゃったのか、突然すごい勢いで駆け出しちゃって、もうあちこち探し回ってヘトヘトだわ。あの警察官、迷子探しを受け付けてくれなくて、もうどうしたらいいのか。これは見過ごせないね。そうだな、人助けは探偵として当然、ポケモン探しとなればなおさらだ。あの、僕たちもお手伝いします。探偵ですから迷子を探すのは得意なんです。あら、本当？助かるわ。早速ですが、ヨーテリーが行きそうな場所に心当たりはありませんか？そうね、公園の中は大体探したんだけど、でもまだ町の方には行ってないわね。それとあの子、静かなところが好きなの。でもそんな場所あったかしら。それだけ情報があれば何とかなりそうです。あとは僕たちで探しますから、ここで待っていてください。忙しそうなに悪いわね、ヨーテリちゃんのことお願い。調査中、ヨーテリを見つけたら話しかけてみようぜ。ヨーテリを探そう。お散歩が大好きなヨーテリ、パートナーが外に連れ出したところ、飛び出してどこかに行ってしまったようだ。街の中でヨーテリを探してこよう。ヨーテリを探して、ヨーテリってこと？やばい、ヨーテリを探してこよう、テリーとかやばいこと言ってる。あ、プル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 かわいい。おう、マミポタじゃないか。もう元気になったのか、よかったな。どちら様って、この前助けてやったじゃないか。すっかり忘れてやがる。マミポタは忘れっぽいからね。あー、かわいい。あ、発音、発音、
何を楽しそうに話してるんだろう。何度来てもこの街は賑やかで楽しいって話してるな。この子たち何か見てたりしないかな。そうだな、話を聞いてみるか。あ、そうなの。ふむ、お前たちは季節風に乗って世界中を旅しているのか。エルフーンが来ると街がいつもより賑やかになるよね。あ、わかんないわかんない。そうか、またすぐにこの街から出ていくことになっちまうんだな。エル、ここはいろんなポケモンに出会えるから毎年来るのが楽しみなのか。そう言ってもらえると俺たちも嬉しいぜ。うん、この綿って君たちのものじゃないかな。えるえる、自分たちのものだと言ってるな。ほうほう、実はこれテニスさんのお屋敷で見つけたんだけど、もしかして君たちお屋敷に行ったりしてない？行ったかもしれないし、行ってないかもしれないだと。おいおい、それくらいちゃんと覚えててくれ。エル、お、こっちのやつを覚えていたか。なんて言ってんの。友達と遊んでる時に屋敷の中に入った気がするそうだ。気がするか、いまいちはっきりしないね。そうだな、もう少し詳しく聞いてみるか。おう、屋敷に入ったかもって言ってたが、どうやって入ったんだ？エル、友達を連れて窓から入ったか。なんでそんなことをしたんだ？エル、今日は朝ごはんを食べてからの記憶がないだと。なんだそりゃ。頼む、大事なことなんだ、思い出してくれ。エル、知らない人間に お願いされた？そいつはどんなやつだったんだ？全然知らない人間だったから覚えてないか。お前泥棒の片棒を担いじゃったかもしれないんだぞ。エル、そんなこと言われてもわからないか。エルフーンは何も知らずに事件に関わっちゃったってこと？事件に関わったという認識すらないよだろうよ。いたずらをするのはこいつらの習性だ。厄介だな。お、二人はこの辺りで赤いポケモンを見たり見かけたりしてないか。エル、赤いポケモンなら最近コマタナと友達になったか。コマタナって全身がハマトになってるポケモンだ。確かにコマタナは赤いからん退職をしてるな。エルフンフン、エルフンフン、え、発音わからないけど、小股だとは憩いの公園の見晴らし台でよく会うのか。風がある日に小股を掴んで遠くまで飛ぶ遊びをしているらしいな。エル、よく憩いの公園からここまで一緒に飛んでくるんだそうだ。憩いの公園ってこの先にある公園のことだよね。ああ、見晴らし台はその奥だな。そこに行けば小股がいるかもしれないね。最近だといつ小股と遊んだのか覚えてないかな。エル、エル、ここのところ毎日遊んでて今日も一緒に遊んだか。なら僕らもそこに行けば会えるかもしれないね。エル、小股に会うならお気に入りの岩の扱いには気をつけろだと。お気に入りの岩。エル、エル、小マタナが大事にしてる岩が見晴らし台にあるらしいんだ。前にそれを踏んでしまって思い切り怒られたんだと。それは怖いね。僕たちも気をつけよう。コアルヒーを見かけたことはないかな。エル、エル、エレル、わかったわかった、お前たちは見てないんだな。エルフン、見てないのか。どこに行っちゃったんだろう。赤いポケモンというのは小股のことなんだろうか。
屋敷に入ったエルフンとは仲のいいポケモンらしいからな。可能性は高い。あとは会って確かめてみるのが早そうだ。うん。ただホアロヒーの行方も追わないとね。ホアロヒーを探しに行くか、それとも小刀を探しに行くか、どっちを先に調べても構わないな。お前の好きな方から調べていいんじゃないか。ありがとうピカちゃん。そうしてみるよ。こっちは壁ですね。はい、じゃあここ端の方意外とポケモンいたりするからちゃんと見ないと。このおじさんかわいいな。こういうとこって入れない。赤いポケこれ、うん、ミーハーミーハーミーハーさんミーハー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 。ここで何をしてるの。ミーハー趣味で街のいろいろなものを観察してるみたいだな。だとしたら手がかりになるようなものを見てたりしないかな。その可能性はあるかもな。よし、話を聞いてみるとするか。メハメハ待って、この発音なんか好きかもしれん。この街はいろいろな人とポケモンがいるから見ていて飽きないか。お前のように闇夜でも見通せる目があればいろんなものが見えて楽しいだろうな。メハメハ何本当かメハ何て言ってるの。僕にも教えてよ。すまんすまん、何でもここを通るコラリヒーのことを見たそうだぞ。ここを通ったってことはやっぱりカフェに向かったのかもね。メハ赤いポケモンというだけじゃ思い当たるポケモンが多すぎるか。確かにね、他に特徴はないかな。そうだな。なら硬いものをスパッと切れる技が使えて人を簡単に殴り倒せるやつだ。メハ、この辺りではそういうポケモンを見かけないか。そうだよな。メハヤグよく、そういう感じなの君。いや可愛いな、このずんぐりむくり可愛い。でもこれミルホーク、この鳴き声は強いわ。メハメハメハこの子たちはまずわからっち、わからっち。これは前話しかけた子だね。あ、なんかいる、なんかいる。やべやべやべってた。あ、ちょっと待って、行っちまったな。あ、この先の道の方に逃げてたよね。話を聞きたいからちょっと追いかけてみようかな。うまく見つかればいいが。まさかの路地裏。あれ、いないな。どっかに隠れちまったみたいだ。ここにいても仕方がない。別のやつに話を聞くとしよう。本当に探したらどっかにいるんじゃない。あ、かわいい子ちゃんいるよ。
もしや。あ、ヨーテリーだ。デスチェの前で会った女性のパートナーかもな。話を聞いてみるか。なあ、お前、こんなところで何してるんだ？キュン。そうだったのか。どうやら夢中で走り回ってたら知らない場所に来てしまったようだ。さっきの女性が言った通りだね。パートナーに会いたいだってよ。よし、すぐ知らせて連れてくるよ。連れてくるなんだ。ヨーテリちゃん、見つかってよかったわ。にゃん。あ、かわいい。ヨーテリちゃんを見つけてくれて本当にありがとうございました。どういたしまして、お役に立ててよかったです。その様子、きっと遊び足りなくて走っていっちゃったのよね。いいわ、今日は一緒に好きなだけ遊びましょう。これで一件落着だな。うん、喜んでもらえてよかったね。解決しました、一個。はい。これからあとはないのかな、この辺は。なさそうかな。じゃあ戻ればいいのかな。少年は何だ。はあ、このままじゃまずいな。おや、この少年困りごとを抱えてそうだな。どうしたの君、浮かない顔してるね。あ、テレビに出てた探偵さんとピカチュウだ。そうだ、探偵さんなら何とかしてくれるかも。一体何があったの。あのさ、今度タンティー公園 FC とサッカーの試合をするんだ。タンティー公園 FC、 あそこにそんなチームがあったのか。そこにズルズキンがパートナーのやつがいて、そいつらがすっげえ強いんだよ。このままじゃ試合をしても負けちゃうかもしれない。だから俺もポケモンをパートナーにして一緒にプレイしたいんだ。でもサッカーが上手いポケモンがなかなか見つからなくて。なるほどな、足技が得意なやつを探す必要があるな。ねえ、探偵さん、サッカーが上手いポケモンに心当たりはない？すぐには思いつかないな。でも、見つけたら教えてあげるよ。本当？ありがとう、探偵さん。サッカーが上手いポケモンか。さて、ライムシティにいればいいんだが。なんかよくわかんないですね。サッカーができるポケモンね。はい。ここ調べれる。ん？やけに水目が光ってる気が。なんだろう。ピカ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 。あ、何かあると思ったらポケモン？ディム、こいつはまあいいかだ。奇妙な光で仲間とコミュニケーションを取るらしい。しかし、いたずらでおびき寄せるために体を光らせるやつがいたとはな。うん、びっくりしたよ。いっか。おい、まあいいか、人を驚かせるのもほどほどにしておけよ。それだけの存在？いっか。あんまりいたずらしちゃダメだよ。それだけの存在でした。変とかはそうだよね。じゃあもうこっちかな。カチューのカフェ行けなかったやつ買い物するか。あ、カフェの中こんなだったんだ。ピカチュウコーヒー飲めるね、やっと。あ、ティム君。レイチェル・マイヤー、こんにちは。ジェシカ・ミラー。こんなとこで会うなんてすごい偶然だね。そうだね、驚いたよ。おや、この子はどこかで見たことあるぞ。
そうだ、ハワードの手帳、あの写真に写ってた子じゃないか。レイチェルだよ。大学の同級生で市長の娘さんなんだ。ああ、そういやポケモンに詳しいとか言ってたな。で、二人はどういう関係なんだ？そういうこと言ってくるから教えなかったんだよ。俺は浮いた話の一つもないお前のことを心配してやってんだぞ。まあいいや。で、隣の女性は誰なんだ？僕も今日初めて会ったな。ほらジェシカ、知ってるかしらこの人。もちろん探偵と会えて光栄よ。ねえティム君、ひょっとして今ピカチュウに話しかけてた？そんなわけないじゃない。恥ずかしがらないでパートナーに話しかけたくなる気持ちは私もよくわかるわ。でもせっかくだから私たちもちょっと話しない？うん、大丈夫だよ。あれ、モテモテかこの子。おい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 、どこ行く？ごめん、後ろってか上にいるやつが気になっちゃって、ちょっと映そうと思ったら外に出ようとしちゃったんだよ、ごめんって。せっかくカフェまで来たんだ、みんなの話を聞いていこうぜ。ついでに一杯飲めるとありがたいな。だからそれが目的でしょ君。これこれ飲みたいんだろ。ほら、お、ティム君じゃないか。はぁ、レンレンパー、レンレンパー、レンレンパー。やあティム君、何かあった？今朝は顔を見なかったけど。ええ、急な事件があって。へえ、そいつは大変だ。少しお話を伺いたいのですが。俺にかい？もちろんいいと思う。あの、お店の引っ越しは大変でしたね。そろそろ落ち着けましたか？ああ、やっと通常運転に戻ったよ。ピカチュウは僕がいなくてもお火を飲みに来れるようになって。ご迷惑じゃないですか？おいおい、なんで迷惑なんだよ。ちゃんと代金を払ってるだろ。ティムが、ティム君の家から近くなったし、うちの店は居心地がいいみたいだね。ハイハットカフェはポケモンのお客様も大歓迎さ。いい人だった。うん、デニスさんのところの執事さんだろ。仕事が終わるとよくこの店に来るよ。バーンズさんはこの店のお客さんなんですか？そうさ、コーヒーとジャズが大好きな人でね、彼とは何かと話が合うんだ。ただ最近はいろいろ大変みたいでね、足が遠のいてるけどね。大変なことですか？その話もう少し詳しく聞いてみたい方が良さそうだな。バーンズさんの大変なこと教えてもらえますか？困ったな、個人的なことだからね。俺が勝手に話していいものなのか。お願いします、バーンズさんを助けるためなんです。やっぱり何かの事件なんだね。そういうことなら話さないわけにはいかないな。彼はライムシティに寄贈する宝石のことで悩んでいたようだ。その件でデニスさん夫婦の意見が食い違ってしまったらしくてね、二人にとって一番いい落としどころを探していたようなんだが、結局バーンズさんが夫婦の板挟みになってるらしい。そんなことが。いっそ宝石なんてない方が良かったのにって言ってたのを覚えてるよ。宝石がない方がいいか。俺が知ってることはこれで全部だ。少し役に立ってかな。はい、ありがとうございます。あの、デニスさんの屋敷にいるコアルヒーをご存知ですか？ああ、知ってるよ。バーンズさんのパートナーだろ。よく一人でコーヒー豆を買いに来てくれるんだよ。すごく賢いポケモンだよね。バーンズさんの言ってた通りだな。可愛いバッグを下げてくるから、そこに豆入れてあげるんだ。そしたらお屋敷へ帰ってくんだよ。ついさっきもいつものコーヒーを渡したよ。ついさっき？本当ですか？よし、推理しようぜ。はい、よし、推理しようぜ。コアルヒーの行方は？コアルヒーはデニス邸からいなくなっていた。
どこに行ったのかを探そう。推理を始める。よし。屋敷を出たコアルヒーがどこに向かったか分かったか。情報を整理してみよう。まずはカフェに行ったんだよね。ハイハットカフェに行った。コアルヒーが屋敷にいないのはハイハットカフェにコーヒー豆を買いに行ったからではないだろうか。よし、コアルヒーはここに来てたんだね。ああ、定期的にハイハットカフェに豆、コーヒー豆を買いに来るって話さ。今日がその日だったんだな。パブロさんはいつものコーヒー豆を渡したと言ってた。なら屋敷に戻ったんじゃないか。もしかしたらもう戻ってるかもしれないね。はい、じゃあそれだけですかね。まあ、あとまだ話しかけてない人がいるけど、はあ、仕事は迷ったらヤドキングに聞け。ヤドキングに聞け、どういうことやん。なんか逆にさ、なんかわけわかんないこと言われそうじゃない。ヤドキングに聞けってどういうこと。ブイ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 、ちょっと可愛いかもしれない。ブイブイ。そして今日のピカチュウは何か言ってくれるかな。はいはい、俺を呼んだか。何、可愛い。え、ただ呼んでみただけ。なんだ、呼んでみただけか。何そのスライディング登場。超可愛いんだけど。イエーイ、なんだか気分がいいぜ。この街は俺の気分を上げてくれるぜ。かわいいな、いちいち。名探偵のコーヒーメモ、その1。コーヒーの奥深さを教えてやろう。うまいコーヒーは冷めてもうまい。まずいコーヒーは入れたてでもまずい。これ前聞いたやつだな。はあ、こんな感じか。そうだな、あとここら辺話しかけてないのが4人いるけど、ちょっとちょうどいい時間だから今回この辺までにしようかな。で、次回ここの話しかけてないこのポケモン2匹とこのお姉さん方に話しかけて続きやっていきたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではでは、次回の投稿もお楽しみに。じゃあね、またね。